ンポン。こんにちは、ゆかり先生です。この動画を見てくれている視聴者さんに笑顔を届けるべく、日々動画編集に勤しんでおります。どうしたんや突然まともに話し始めて、今日は空からブリでも降ってくるのかな？やだ、捕獲して大根と一緒に煮込みたい。で、いやいや、私はいつも真摯に動画に取り組んでいますよ。はあ、そんなわけで本日はサムネ分析をしてみたいと思います。ほっほ、見てみて。今この頭いい人の記号として安易に装着したメガネがようやくその役割を果たしましたよ。いいから早やれ。私、過去動画のサムネイルを振り返りまして、反応の良かったサムネイルを3つピックアップしました。ほう、ついなちゃん。はい、先生。過去反応の良かったサムネイルは、これだ。嘘でしょ？ちょっと塗り方甘い感じ。盛るな。先生、多分塩が足りないです。ヒュー、ジュニアス。お前らこれ食べる気？てかお前はなんでドン引きしてんだよ。こんなサムネ使ってないやろうが。はい、本当の結果はこっちです。そのテンションの急降下ぶりなんなの？ぶりだけに。どうつまんねえなお前。はい、人気あったサムネドーン。なんと全部あかりちゃんメインのものばかり。え、そうなんか？えへへ。やっぱり見てる人は見てるもんなんやな。このうちのかわいそう。あ、ちょっと今面白いヤギの鳴き声がうるさくて。なんでだよ。私ももっと目立ちたい。いいよ、もうやめてください。なんで敬語？はい、じゃあこれ以降の私が映ってるサムネのシャドウレインボーにする。目にうるせえからやめろ。